はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は聖杯戦線9無常の果実と王の書庫をやっていこうかなと思います。まあ90プラプラ見たいと思ってたんですが、聖杯戦線できたん出てきたんで、まあそのまま動画撮っていこうかなと思います。はい、ではやっていくんですが、まあどんな感じの内容かは全くもって分かりません。まあどういう感じのステージなんかな。まあ極力今回はわーおー、なんかいっぱい出てくるっていうパターンのやつだね、これに関しては。で、あーなんか減少してるわこれレイド戦だろ、どちらかっていうと。憎い、我はお前たちのような英雄を憎む、叶えるべきでない願いを持つ者を憎む、歴史の毒で濁す者たちを憎む。いでよ影の騎士ハルベー、おぞましい英雄たちのことごとくをここで殺戮し尽くす。わーお、あこれ露心っぽいやつやなわー、いっぱい出てきますね。敵としてはそんなに数は多い感じではないんですが、もういっぱい出てくる。もうポン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 って出てきてくれる方がありがたいんだけど、これまだ続くの？スキップ機能とかあればいいのに、ティフォンは未だ半覚醒状態。エフェメロスが自らを食わせることで強引に動かしているが、本来の体操流の体操流の、あーそうだ、これログがねえんだ、忘れてた。はい、まあダメですよと。はい、本来の力を発揮していないと。真正面から戦える相手ではない。ダヴィンチちゃんなら手がある。無理やり動かしたことでコアが露出している。わかりやすいな、すごいわかりやすいコアだ。融合している部分だろう。ああ、そこを潰せばティフォンの行動も止まるはずだ。はい、影の騎士以外の援護も出してくるはずだ。あのブレスどうすんだ。ターン以外に回避するしかない。この近距離ならブレスの動作は確認できる、事前に予測できるだろう。その時は全力で回避行動に移ってくれ。わかった、やってみよう。さあ最後の戦いだ。お前のおかげだな、どこか澄んだ気持ちでいられる。ティフォンの言っていることは間違いなくあの罪だというのにな。それでもなおお前はあのマスターでいてくれると信じられる。契約したからね。契約したし、お前はそれでいい、そのままでいてくれればいい。俺だってそれで十分だ、英霊ってのはそういうもんだろう。さあ終わらせるぞ。おー撃破、宝箱あった。お、ティフォンを撃破せよ。HP 上部があってコアを攻撃すると HP を削ることができます。まあ攻撃してぶん殴れってことですね。宝箱は今回ないので、じゃあ全力でぶん殴りますか。よし、パーティー組んだぞ。相手がドラゴンであるということを前提にドラゴンでいきます。でなんかマスター霊装がやっぱり変わっていたので、ここだけはちゃんと変えていきましょう。マジね、よくない。ん、ターバンと配置可能なやつ残ってる、どこに。あー、アサシンがここに置けるけど、まあええか、コストないし。よし行きましょう。まあ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 、なんとかなると信じている。さあ、あのやけど取りに行きたくないから、やけどは放置でいいんだろうな。200万、ほほ、200万か。まずやりたいこととして、まあとりあえずこのなんか出てくるところ良くないから、ここだけ押さえてもらおう。でどうしようかな。まあ普通に前に行ってもらうか。ここら辺は前に行ってもらって、やけどしてるところがちょっと怖いんだよな。このやけど状態絶対ね、詰む可能性があるんでね、ちょっとやけどはあんまり取らないように動きたいんだけど、この様子だと取っちゃう可能性が高そうなんだよな。まあとりあえずこれでいいか。まあ相手が来てもいいよ。ククルカンの場所を間違えた。なんで動かしたんだ。まあええか。まあ多分すぐにポンって出てくるわけではないと思うから、なんとかなるはず。でこのタイミングでやるべきこととしては、宝具を貯める。シグルドの宝具を貯めたいと思ってたんだけど、ワンチャン貯まりそう。相手多分竜なんですよ、多分。
竜って書いてるからな、海藻竜みたいなの書いてた気するんだけど、このことを考慮すると多分なんだけど竜特攻がぶっ刺さるんじゃねえかなっていう。そう考えるとシグルド、あ、まあ単体っぽいからな、まあまあいいでしょう。お、いいぞいいぞ。あーけどアーチャーが2回行動してきたらやだな。1回攻撃か、よし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 。おい、こうやってさ集中砲火するのよくないよ。ムーチョーしといて、どうしよっかな、スター発生率アップとか入れとくか。でここはマイティーチェインでいいかな。なんで俺はエルキルを使わなかったんだい。クリティカルできるフォアトルさん選んじゃったけど、わあ微妙に足りんかった。あ、痛い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 。ドゥーに攻撃がいってくれ。痛い。シグルドに行くのはねちょっと普通に痛いんだよね。これこうでしょう。シグルドも宝具貯めれるし、ドゥーも貯めれる。あぶねえ、クリティカルでやられたかと思った。よし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 、43個星いいですね。まあ、シグルドは1回分ガッツあるんで、まあ何度かなるでしょう。で2体倒したから相手がまた攻めてくるんだけど、まあこっちはパーティー効果いろいろあったりするし、悪いが打たせていただこう。槍働きでいいのかな。槍働きってどういう意味、全くもって分かんないんだけど。ああ、はいはいはい、まあまあ大丈夫よ。アサシンね、どうしよっかな。まあとりあえず変身しといて損はないので変身します。変身で、これ B チェインでいいかな。ワンチャン、あー杉田さんだけでよかった説あるな。まあ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 、脆弱脆弱って言ってぶっ飛ばしていくのがいいのでやっていきましょう。さあ今回宝箱とかそこら辺が全く持ってないんでね、もうちゃっちゃちゃっちゃ見ていける。なんかやけど拾ってるぞこいつ、バカだな。やけどなんてようわからんもの拾うから。ちょ、クリティカル痛ない？普通にクリティカルで死ぬ可能性が十分にあるんだけど、とりあえずガッツ打っといて、これガッツ簡単だよな、簡単だよな。フォアトルさんに打っといて耐久しつつ、これはランサーで一発殴ってバスターアーツや。多分クリティカルで飛ばせると思うんだけどね。おーい、ナイス。オッケー、シグルドの方が溜まった。まあこういう時にあれだろうな、クロス杯とかがあるとまあまあまあいいんだろうけど、今回ないからね、まあ仕方がないということで。ん？おお、なんか書いてる。定冠戦闘用ディプラスターディスラプター起動、寿司殺しの剣能を持っている。一度で霊覚を持っていかれるぞ。え、怖っ。え、ブレイクが残っても消えるん？え、そんなんさ早く言ってよ。痛い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 。うわー、こいつやりおるなー。こいつ狙ってますね、狙ってるなー。回避とりあえず打っといて、どうしよっかなー。まあホグっていいか、普通にホグ打って殴ろう。てかランサーばっか狙ってきたってことは、こいつは絶対ランサーを集中砲火するみたいなやつだろうな。だがこっちとらエルキル、その程度の攻撃あまり食らわんぞ。まあ、とりあえず6万4000与えてクリティカルで飛ばす。オッケー。何？相手ブレイク持ってんのかよ、ずるいぞそれ。お前はさ貫通してきてこっちは貫通できないって考えるとずるい。ちょっと待って、あのさ1対1対来るんじゃなくてさ、パーティー効果ってこと考えてみんなで来てよ。割と時間かかっちゃうんだから。もうどうしようかな。あー、星らしら消しとこうかとりあえず。でどうしようかな、これ6万、まあ倒せると思うんで杉谷さんで殴りますか。ほい、あーオッケーオッケーオッケー、余裕余裕余裕、クリティカルしなくてもいけるね。よし、オッケー。はあ、これで1635いいですね。星が35個もありゃ次のターンクリティカルができるんで悪くない。また来るんじゃねえか。あ、そっちに来るのね、いいでしょう。まあ、ククルカンがいるからこっちには。
さあどうするかな。うおー、ちょっとコアトルさんにダメージがいってるのはちょっと怖いね。あ、オッケーオッケーオッケー。ウォームアップガンガンやってっていいよ、勝手にやっとけ。で、どうしよっかな。とりあえず NP チャージだけはしておいていいので NP チャージしておこう。あ、ターゲットシュ、あ、しまった、そっちにつきちゃった。まあええか、殴ろ。しかも俺今クリームヒルトの NP チャージどれだったっけなーって言って全部のスキル使ったんだけどNP50% という存在はあるというのを知っているくせにどこまであったっけな。あってん、これターゲット集中ついてるからワンチャンヒルトさんまずいぞ。ヒルトに攻撃が来なければもう。だからさー、まとめてきてくれ。四天王形式が一番弱いんだからこのゲーム、よくないよ。戦力の蓄字投入は良くないみたいなこと言うじゃん。蓄字だってだっけ。まあいいや。で、ここ、宝具貯めたいな。ふとちゃん貯まる。あーって考えるとこうだな。あ、これ倒しちゃうかな、あと1回で。あぶねー。まあ、クリティカル使っちゃうから仕方がないけど、まあ、少しでも NP が貯まるならば、良き。さあ、これで宝具全部打てるようになったな。46個の星。まあまあオッケーです。ほうほう、おお、うん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 、どういう動きや。え、なに、うわー、ティフォンのブレスが来るぞ。脱出してくれ。ブレスで攻撃されます。ダメージが受ける。回避無敵で防ぐことはできません。ガッツが発動、また死亡した場合ガッツ発動時の効果とかは発動しません。え、ケロ、これ、え、避けれんけど。普通に、え、マスターくおい、マスターに死ねというのか、貴様。いや、これはですね、とりあえず、逃げれるところに逃げるっていうのも大事なんだけど、もう逃げれんから、ここは素直に防御力アップとかいろいろ入れつつ殴る。これが一番大事。これが一番大事。よし、行くぞ。どうしようか。とりあえずガッツは残ってる。で、こっちもガッツ残ってるからなんとかなるんだよね。で、フリー力上げておいて確実に一体は持っていくという強い意志。コアトルさんの攻撃力アップだけでいけるかな。防御力ダウンしてるからなんとかなりそうだけど。パーティー特攻のことも考慮して退屈、死ななくてもまあいい。全然死んでねえな。5万ぐらいしか出てなくね。おれい、まあまあまあいいでしょう。確実に1体倒すというのが今回の目的。痛い、あぶねえ。あと1回攻撃してくるけどどうしようかな。とりあえず相手がなんかやってくるの怖いな。 HP 回復しておいてチグルド宝具打つ？いやー微妙だなー。コアトルさんでこっち殴れないからね。いや、これちょっと良くないことしちゃったなー。いや、シグルドで宝具打ってコアトルのクリティカルでぶっ飛ばすで良さそう。とりあえずね、シグルドの宝具打ったの良くなかったかなー。まあ、ガッツが発動するからどうにかなるとは思うんだけど、あのブレスがどれぐらいの火力を出すかっていう感じなんだよな。うわ、微妙に足りんかった。マジかーい、マジかーい。ガッツ発動しちゃった。こっちは発動せへんのかい。けどこれほぼ死ぬくね。はい、データ残機へ供給。え、うわ、防御力アップとか入れんのあいつ、立ち悪い。なんてやろうや。で、シグルドあと2回ぐらい動ける？あ、動い、あ、ドゥの、ドゥ、グルド生かさないとダメだよな。ドゥは？逃げれん。これ絶対逃げれんくね？普通に逃げれへんねんけど、これ。どうすんねん。どうするんや、これは。どうするのが正しいんだこれ。もう殴りに行こう。とりあえず殴った方が早いだろう。よし、オッケー。防具貯めてやっていくしかないよな。そうで、黒いところどうしようかな。
逆黒いところにマスター行くか。やけどとか食らわんしな。で、ヒルトさん、ヒルトさんももうとりあえず行ってもらって、で、ここからどうしようかな。戦えんしな。え、けどもうここは殴りに行っていいと思うから、行っていいのと、なんか帰ってるこいつ。ちょっと待って。もう、俺違う画面押したやん。もうこの画面の切り替わなさだけが俺が怒っちゃうところだね、本当に。これ以外は聖杯戦線楽しいんだけどな。外画面押して切り替えてるはずなのに反応してくれない。よくないです。ただ、まあ別にここは全員で倒せるからいいと。さあ、ドーンで、オッケー。あのセイバーのやつがもうそろそろ出てきそうなんだけど、マスターで間に合うかな。どれぐらいダメージ食らうんだろう、これ。普通に1万ダメージとか言われたら罪だけど。あ、まあそこから湧くので、あ、勝手に湧いといてください。おお、パーティー効果か。どうしようかな。多分ね、耐えるはするんだよね。おっと、おいおいおい。振り発生率アップ。強化解除？お前、なかなかやるな。なかなかやるが、しかし、こっちのプトレマイオスの方が強い。攻撃力アップ入れ、あ、入れんでよかったかな。マイティチェインできてたから。ワンチャン飛ばしちゃうんだよな。11番ぐらいで飛んだら攻撃力アップいらなかったってなるんだよね。防御力ダウンが入ってるけど。いや、違う。防御力アップが硬すぎる。こいつ。なかなかやるなぁ。なるほどね。お前、ずるいてー。こわーね、こいつさ、ずるない？集中砲火してくるの。マジかよ、トネリコここでやられるんかよ。しかも、ちゃんと強化解除してさ、ぶん殴ってくるのタチ悪いなぁ。え？どうしようかなぁ。あ、とりあえずは、これわかんねえなー。プトちゃんで先に殴れたらどうにかなるんだけど。うん、マジか。消えた。戦ってくるのか、貴様。向かってくるのか。フリー力アップ。うおー、痛い。はい、ずるい。3回連続クリティカルってお前、やってるな。やってるから俺もクリティカルで殴るからな。本当に。やっているならば俺は殴る。こっちのクリティカル威力舐めんな、マジで。50% のクリ威力アップだぞ。よし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 。うわー、マジかー。トネリコやられちゃったー。どうしようかなー。トネリコのバフ結構強かったから、うまいこと使ってあげたかったんだけど。で、ブレス確認。ブレスが来ます。え？あれ？あれ？はい。あれ？なんか、ああ、もういいや。よし！じゃあ、殴られる前に殴る！これでいい。あ、だから、もうだからさー、俺、ここ、ぶち切れる。あと切れる。もう、あ、まあ、ドゥ避けれるわ。ドゥ避けといて、まあ、こうして、こうして、ああ、まったく、もうこいつ2回攻撃できたのにさー、なんでやー。抗うのか、夢を諦める機会を打ち捨てて。ああ、抗うつもりできた。大事なものを取り返しにな。かっこいい。いいセリフや。なんか400、200万って書いてんのシュールだな。これ絶対全体攻撃だよな、こいつ。絶対全体攻撃だと思うんだよな。これで全体攻撃じゃなかったら詐欺みたいなもんやろうな、きっとって思いながら、どうなんだろうな。回避があればいいんだけど、ちょっと待って、どこ行った？ちゃんとこれドラゴンの足作られてる。おかしいやろ。何があったんやっていう。おれい、殴りなさい。巣になるかなとか、そういう系かな。え、何不要？まあやっぱ全体攻撃だよな。さすがに全体攻撃だよね。何付与した？
悪特性不要、ほほー、悪特性不要、悪特攻。こういう系のキャラクター来たらおもろいけどな。よし、じゃあとりあえずキルトさんでバルムンク。さあ、お前竜だろ、さすがに。わあ、いい火力出てる。26万出てるってことはこれ竜特攻入ってんね、多分、多分ね。さあ、いいぞいいぞ、いい火力出てるわ。嵐の剣の振り力アップ、振り発生率アップ。なるほどね、なかなかやるやん。痛いな。よし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 。けどあれだね、特攻倍率的なことを言うとそこまで高くはないね。あ、というか俺おじいちゃん、おじいちゃんで殴ればよかったな。おじいちゃんで3人パーティードーンってやった方がよかったかもしれん。まあええか。よし、とりあえずじゃあこれで、どうしようかな。あ、間違えちゃったけど、ええか。あ、なんかクラス相性アーチャーが有利になってる。あ、すべてのクラスに対して防御不利となる。あえ、こんなことが、こんなことがあったんですか。なかった。止まらないって言ってぶん殴るか。できたらマイティーチェーンしたかったけどな。あ、けどここめっちゃ良くない。普通におじいちゃん単体防具にした影響でめっちゃいい火力出るんじゃない。オッケー、はい、14万、いい火力や。そしてこちらサーバント特攻入ってるからな。特攻のサーバント、おお、いい火力、おわー、いいねー。防御力ダウンのこと考えたら初めに打ってばよかったかな。おい、いい火力すぎるやろ。あー、けどこれあれだな、クリームヒルトやられちゃったな。まあまあまあ、痛いな。まあまあまあ、倒れん倒れん、まだ倒れん。何か返ってきた。あ、これか。うわー、あと 10% 溜まっていれば防具でぶん殴れたのに。けどさ、これさ、ちょっと待ってよ、次相手また攻撃してくるよな。クリティカルが強い。あー、クリティカルせんかった。ワンチャンこれ全員やられるんじゃね。次のあのブレスみたいなあるじゃん、あれがどれぐらいの火力出るかなんだよな。1ターン耐えれるみたいな、もしくはブレイク確定で1個削っていく系だったら相当やばいけどな。まずいぞ。とりあえずマイティチェインで殴っていくしかねえ。おー、いい火力いい火力、普通にいい火力だな。オグスよりマイティチェインの方が火力出るんじゃね。うわー、あ、ガードした、ラッキー。あー、けど本当にあれだね、プリテンダーだからライダーに対しての攻撃が全くもって食らってないね。で、このブレスを見たいんだよな。どういうブレス飛んでくるんだろう、気になる、気になるっていうのと、ブレス食らっていいから、ちょっとグルドここ放っといてくれ。で、まあ一応念のため、まあ、ここ行っといて。で、これマスターワンパンとかそういうことはないよな。あ、出てくるんだ。あ、攻めてくる。あ、なんだ、え、じゃブレス、え、いいの本当に。俺倒しちゃうよ、倒しちゃうよ普通に。お前ちょっと重いな、画面が、画面がカクつく、重い。頑張れ、頑張ってくれ。すごい、やばい。これやっぱ重いんだな背景。あ、こっちに来た瞬間背景クソ軽くなった。あ、ちょっとカクついてるな、やっぱ重いんだね。うん、まあ、とりあえずじゃあ防御力ダウンして倒しますか。まあ、ブレスは皆さん各自ご覧くださいということで、聖杯戦線1個目9これにて終了かなと。え、けどブレイク持ってた？ブレイク持ってなかったよな。オーバーキルって書いてるから多分大丈夫だと思うんだけど。あ、消えた、消えたな。オッケー、すげえな。それマイオスマジで両方で使えんな。あ、いや、まだある、100万になったぞ。なぜそこまで、願いが叶わぬと知っているはず、叶っても幸福など訪れないと悟ったはず、生きるために生きるんだ、まるで虫のような生き汚さならばその生き汚い動詞で争えばいい、最高峰アステリオス。何？
こっちに出てくるんや。おお、対抗ボタアステリオスを模したシャドウサーバントだ。龍角強化。ああ3ターンの間攻撃ができない。気を伺ってくれ。マジかよ。おーい、終わりますみたいなこと言いながら全然終わってませんでした。はい、やっていきましょう。痛いなー。おちょあのさ、集中的に君たちは狙うな。本当に賢いぞ、賢いなー。なんか集中的に狙ってくる AI に変わってやがる。マジでマイティチェーンでぶっ飛ばすぞー。おいドン、バスタークリティカル。何、ちょっと待って、これまずいかも。あぶねー、ギリギリセーフ。オッケー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 。で流撃飛んでくるんだけどさ、流撃がまだ見れてないんだよね。早く飛んできてくんねえかな。普通に飛んできてくれる方があの分かりやすいんだけど、どんな性能かみたいな。だからさ、もっとパーティー効果を生かしてくれ。おいおいおい、一人で3機かい。おっ、ストレマイオスが普通に死ぬぞこれ。ストレマイオス危ないよな。てか全部ここガッツなくなってるんだよな。これまずいですね。どうしよっかな。とりあえずまあ3ターンの間耐久しろって言われてるんだけど、次のターンね、あいつが飛んでくるのよね。あの対抗棒が、対抗棒飛んでくるから、これどう、大丈夫かな。アステリオスワンパンパキーンって死ぬんよな。はーい、痛い。あオーマイガー、オーマイガー。あ、どうするか、うーん、どうするか。いや、これは辛いな。次につなぐ攻撃、とりあえずこれでいける。削れるかな。いや削れんな、やっぱり。あ、2万か。エクストラ攻撃力アップ。なんでこういう時に相手ちゃんとバフをしてくるな。耐えたー、優しさ。耐えたならば、マイティチェイン、とりあえず一回。おー、いいねー。クリティカル出るんだったら対抗棒でもよかったな。まあ、とりあえず防御強化状態解除して確実にこっちを落とす、じゃないとまずい。よし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 。ヒルトさんギリギリで生きてる。ギリギリで生きてるけど、さすがにもうきついやろなヒルト。さすがにやられるんじゃないか。うわー、マジで。さあ、で、これ、ブリ。滅びのバーストストリーム。ネガ、ケウルノス。あ、マスターも減少してる。減少ってどれぐらい ?3000。1。残るんだ。なんだ、1残るんだって。なんかかっこいい系のやつで普通にやばい負けてしまうんじゃないかって思ったけど、というわけではないらしい。どうしよっかな。まあとりあえず宝具だな。あー、ここの宝具でどれぐらいの火力が出るかなんだよな。いい感じにぶん殴れたらいいんだけど、多分ね、5万は出んか。あー、まあ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 、悪くない。そっち、そうなんですよ。僕が望んでたのはそのクリティカル。オッケー。さあ、これで敵一応全員倒せたんじゃないか。けどなんかあれだよな、テセウスとかポンって出てきそうな気するよな、この様子。ちょっとこっち行っとくか。で、マスターがここにいるんだけど、マスターここでいいんだよな。3ターンの間攻撃不能なってるからな。とりあえずじゃあちょっと、攻めるだけ攻めとくか。で、ドゥさんはもうなんかそこにいてくれ。とりあえず。あ、はい。しまった。あ、やらかした。そっか、黒霧あるんや。逃げればよかった。
あー逃げればよかった、回避打っとけばよかった、やらかした、やらかした。何次、おお、2ターン後にブレス攻撃。まあとりあえず、とりあえずね、2ターン後だからこいつは倒しとかないといけないんで、こいつ倒します。こいつ倒して、倒せるよな、さすがに攻撃力アップ入れて確実性を上げておこう。で宝具も溜まってくれたらいいんだけどな。あ、オッケー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 。まあ星出しもちゃんとしつつ、処理しつつやって、どうしよっかな。2ターン結局そうかダメなんか。んーならばちょっと撤退しとっか。で2ターン後に行けばいいから、とりあえずここマスターはね、あの踏んでもらっとく。で黒霧が来るんだよね。そう、知ってる知ってる、分かってるよ、予想はしている。で君がブレイクしてくるということも全部読めている。なんで僕はさ、ガッツとか使わなかったんだろうね。なんで回避を使わないんだろうね。これ普通に使ってれば一旦内で耐久できたのにね。そうで、ブレス一旦後に来るよ。はい、龍角を維持できない。え、何、おいおいおい、じゃあ普通に殴りに行きゃよかった。殴りに行く、まあ一回じゃあちょっと逃げるか。一回逃げて、いや殴ろうぜ。じゃあ殴った方が絶対いい気するもん。殴、あ、ちょ、待て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 、と言って、これで全員で殴る。100万でしょ?貯蔵している。ティフォンだろうが、無常の果実だろうが、引けを取るつもりはない。よし、行こう。で、コマンドによるんだよな。おっと来たぞ。星出しができるやつがないのか。んー、まあとりあえずこことここ打っといて。あ、なんか相手すげえ必殺技打ってきそう。無敵いっぱいあるでしょ。じゃあ回避打っといて、スクルカーン、あーそうか、もう結局消費ダメか。あれ無敵あんのに俺はなんで、まあええや、なんで俺スター集中打った。もう全部やっちゃいけないことやってる。やっちゃいけないこと全部やった上で、なんかすごい悲しいことになってるわ。はい、殴りましょう。トリマね、ワンチャンこれで飛ばせる気するけどな。無理か、属性特攻。ちょっと待って、なんかおしめみたいな感じになってないか。おむつっぽくなってる気するけど、まあええか。あー殴ってけー。でどういう攻撃。おお、なんかいっぱいついたな。いっぱいついたけど、まあまあまあその程度の攻撃食らいませんよ。ブレスを撃たれる前に倒せばよかろうなのだ。さあ変身、変身、トレマイオス、お前で決めてやろう。決めれると信じてるぜ。マイティチェーンあればいけると思うんだけどね。あー、おお、52万、素晴らしい。よし、最後あれだね、やっぱブレス受ける前に HP100 万ぐらいだったら削れるだろうって言って攻めてよかったね。 OK です。大丈夫だよな、コア撃破 OK。 さあ、あー、やめてくれ、我のティフォンがクリア、いいですね、勝利。いやけどちょっと時間かかったなっていうのと、竜特攻生かせたようで生かせきれなかったのと、あのブレスをちょっとビビってたけど普通に食らってよかったねっていう。あと黒いやつだね、あそこのところやればどうにかなるっていうことが分かったから、まあ黒のところをとりあえずサーバントで踏んでおくっていうのは大事かもしれないね。あとセイバーが怖い。おお、いっぱいもらえた、やったということで、今回ここで終わりにしようかなと思います。最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それじゃあ、バイバイ。
you